こんにちは、美容歴25年伊沢よしこです。今日は顔筋トレで顔のたるみを予防という話をします。マスク生活がね、長引いてきましたので、顔のたるみが気になるというお声がね、本当に多いんですね。で、そろそろね、マスクも外せるようになってくるかもしれませんので、もう早いうちに顔の筋トレをして引き締めておきましょう。まず私たちの顔というのは、外側から皮膚、脂肪、筋肉、骨という順番になっているんですけれども、その筋肉がたるんでくると、私たちのこの皮膚とか脂肪を支えきれなくなってくるんですね。これがたるみの原因になります。なぜこの筋肉がたるむかというのは、原因が2つです。1つ目は筋肉を使っていない。2つ目は加齢、老化ですね。コロナ禍でマスクをすることが多いので、マスクの影響で筋肉を使わなくなったとも言われています。実際私たちもそうですよね。そして年齢を重ねるとともに、40ぐらいになってくると筋肉の繊維が減ってきます。ですので、一本一本大切に鍛えていかないといけませんね。今日は顔筋トレの5つをご紹介したいと思います。最初の1番目、アイウエオ体操です。これはですね、口を大きく開けてゆっくりとあいうえお、ゆっくりと口を大きく開けてやりましょう。これはですね、顔全体の引き締めになります。そして2つ目、舌出し体操、ベロですね。ちょっと上を向いていただいて、あ、勘弁します、ベー、舌を出して緩める。舌を出して緩める。この時にですね、首に筋が出るぐらいちょっと頑張りましょう。こんな感じです。そしてこの時にあまりにも頑張りすぎて、この舌がつらないように気をつけてください。そして3つ目はブクブク体操です。口に水を含ませた時にブクブクしますよね。あの歯磨きの後とか、こんな感じで、その時にしっかりと口に水もしくは空気を含んでブクブクしてください。こんな感じです。これは頬のたるみやほうれい線の解消になりますので、しっかりやっていきましょう。そして4つ目は、食事をとるときに左右バランス噛んで食事をしましょうということです。片っぽだけに偏ってしまうと、使ってない方の筋肉が衰えてくるので、顔全体のバランスが乱れてくるんですよね。歪みってあんまり良くないのと、さっきも言いましたように、使わない方の筋肉が衰えてきますので、食事をする際は右と左バランスよく噛んでください。5つ目は何といっても笑顔です。無表情になりますと筋肉使わないんですよね。ダラーンってなって、こんな感じになってきますので、しっかりと口角を上げて笑顔にしましょう。今5つ顔筋トレを言いました。1つ目はアイウエオ体操、2つ目は舌出し体操、3つ目はブクブク体操、4つ目は左右のバランスをよく食事をとる、そして5つ目は笑顔です。これは何も時間をとってするということではなくて、気づいた時にできるというのがメリットだと思います。お風呂の中でもできますし、ブクブク体操だったら歯磨きの後もできますので、気づいた時にするようにしてみてください。今日は顔筋トレで顔のたるみを予防という話をさせていただきました。ちょっとやってみようかなって思ってくださいましたら、高評価ボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。